ワシントン記念塔は、アメリカ合衆国首都ワシントン d c の中心部に、一致する、ナショナルモールの中心にそびえ立つ、巨大な白色のオベリスクの名称である。単に、ワシントンモニュメントと呼ばれることや、ワシントン記念碑などと呼ばれる場合もある。1776年の独立戦争時に、アメリカ大陸軍を率いて、イギリス軍との戦いを勝利へと導いた。 合衆国初代大統領、ジョージ・ワシントンの名誉ある功績を称えて建造された、アメリカ合衆国大統領記念碑の一つである。同記念塔は、大理石、加工岩、砂岩など、国産の石約3万6千個でできている。またデザインは、1840年代アメリカで、最も卓越した、建築家の一人であった、ロバート・ミルズによるものである。 実際に記念塔が着工されたのは1848年であったが南北戦争の開催や資金不足が重なり混流に至ったのはミルズの死後ほぼ30年後にあたる1884年のことであった大理石の色の明るさの違いははっきりと創建から工事が再開されるまでの1876年に建設されたものであることが示されている ミルズが、さらに計画していた、ギリシャの道理屋敷のロトンダが、記念塔の柱石杖に建設されなかったことは、一般に良かったと考えられている。基礎が寄稿されたのは1848年7月4日で、簡易士が完成したのが1884年12月6日、そして完成の除幕式が行われたのは、その翌年の1885年2月21日だった。 また塔が公式に一般開放されたのは1888年10月9日である。春工とともに1889年にフランスのパリにエッフェル塔が完成するまで169メートルという世界で最も高い建築物となった。なお、ワシントン記念塔の反射絵が塔の西方向にあるリンカーン記念館前方の長方形にかたどられた。 リフレクティングプールに映るのが見える。アメリカ合衆国初代大統領、ジョージ・ワシントンアメリカ合衆国の創設者の中で、唯一、ジョージ・ワシントンは、その統率力がアメリカの独立をもたらしたとして認められ、アメリカ建国の父という名声を得た。1775年にアメリカ大陸軍指揮官に任命された、彼は戦闘部隊を形成し、 当時のイギリスから独立を勝ち取ったのである。1787年には、アメリカ合衆国憲法制定会議の議長として、その後200年以上続く政府を協会するための協議を結論へ導く手助けをした。彼が、アメリカ合衆国議会の満場一致で合衆国の初代大統領に選出されたのは、その2年後のことである。彼は、 大統領の任期を決定し、司法、立法、行政の三つの政府部門の結びつきを進展させる、手助けをした。また、反例法を設立し、できて間もない政府を守備よくその取るべき進路へと送り出した。彼は、上辺だけの権力を拒み、君主的政府や伝統を転換した。それまでと違った方法で政策の指揮を取るという、 相当な重圧があったにもかかわらず、彼は二度アメリカで最も権力のある地位に使え、その後三戦目を辞退した。ワシントンは完全な政治家であったがために、彼が下した決定や行動から起こった各方面への波及には依然として注意が払われている。アメリカ独立戦争が終結した際、合衆国にはワシントンほど敬意を払って、 指揮をした国民はいなかったと考えられた。アメリカ国民は限られた備蓄や未経験の兵士にもかかわらず戦争に勝利した彼の能力を縮した。また、給料の受け取りを拒否した彼の決定に敬服し、経費のみの返済を快く容認した。さらに数人の軍将校がワシントンを新たに建国される国の国王に選出するとした提案を断ったことが、 世間に知られたとき、国民の彼への敬意はそれまで以上に増大した。彼が成し遂げたことだけではなく、彼のやり方もまた敬服される対象であった。合衆国二代目、大統領、ジョン・アダムズの妻であったアビゲイル・アダムズは、彼を、威厳があり常盆、馴れ馴れしくなく、親しみがあり、傲慢でなく、淡々として、厳格すぎず威厳があり、温闘で賢く、 良き人である。と称えている。戦争後ワシントンはマウントバーノンの農園に引退するが、彼はすぐに公務の生活に復帰するかどうか決めなければならなかった。連邦政府にとって、連邦規約が税金の徴収、貿易の規制、またはその教会の統制を行うのに支配力があまり、 ないままであることがはっきりしてくると、後に第四代合衆国大統領となる、ジェームズ・マディソンらが政府の権力を強化するであろうとの考えから議会を招集し始める。ワシントンはマウント・バーノンの経営や事業関連の仕事があり、議会への出席には気が乗らなかった。しかしもし彼が議会の行われるフィラデルフィアに赴かなければ、 彼自身の名声は愚か合衆国の先行きをも、憂慮することになっていたであろう。最終的に彼は、バージニア州代表の一人として、公職を務めることを決めた。1787年下期の他の代表は、最終的にアメリカ合衆国憲法を作り出すこととなる、協議の議長に、ワシントンを選出した。 マウントバーノンのワシントンの墓憲法の鍵となる部分の一つは合衆国大統領という地位の造成であった。誰一人としてワシントンよりもその地位につく資格のある人間がいるようには思われず1789年を皮切りにワシントンの2期にわたる大統領期間が始まった。彼は国民の彼への尊敬を 新しい大統領職の尊敬へと発展させるために利用したが、新しいアメリカがそれまで戦っていた国と同じように、アメリカ大統領もまた強権力になるのではないかという懸念を自発的に和らげようともした。また彼は国民が米国国宝銀行の援助、支出に報いるための税金徴収、陸軍や海軍の強化を必要としていると考え、 堅固な政府を創設ししようとした国民の多くが3期目も大統領職に残ることを望んだが、1797年に、再びワシントンはマウントバーノンに退いた。その2年後、ワシントンは救世する。彼の死は大きな悲しみを呼び、再び彼を尊敬する試みがなされた。以前の1783年初頭に、大陸議会は、 ジョージ・ワシントンの乗馬像が、議会邸宅が建設されるであろう場所に創設される、ことを決議した。またこの計画は同像に、合衆国の自由、主権、独立が立証された戦争における、アメリカ合衆国陸軍最高指揮官、ジョージ・ワシントンの輝かしい功績を称えて建てられた、ことを説明する分の彫刻を求めていた。 政府が上地の本拠地を欠いている間大きな騒動などが何も起こらなかった理由は容易に理解できたにもかかわらず議会がワシントン DC を新たな首都として固定した後でさえほとんど進歩がなかったいかに幾年もわたって議会がワシントンを頼りにしていたかがわかるワシントン大統領の死から10日後議会委員会は ジョーバ像とは異なる形式の記念碑の建設を推奨した。バージニア州代表ですぐ後にアメリカ合衆国最高裁判所長官になったジョン・マーシャルはアメリカ合衆国議会議事堂内にワシントンの墓石を建設することを提案した。しかし、資金不足のためにどのような記念碑が合衆国最初の大統領の栄光を称えるに、 最もふさわしいかをめぐって意見の相違が相次ぎ、また遺体の移転に気が進まないワシントンの遺族らの嫌気が議会の計画の進展を妨げた。記念碑建設に向けての進展は最終的に1833年に始まった。ワシントンの生誕100周年記念を迎えたこの年、大規模な関係者市民団体が ワシントンナショナルモニュメントソサイエティという教会を組織した。彼らは寄付を募って1830年代中頃には2万8000ドルもの金額となり記念碑の図案を審査する選考を行うと公表された。1835年9月23日には教会運営者の重役が教会の期待を以下のように記述している。熟慮された。 記念碑は、彼のように構築され、世界において無碑であり、そして、法音の念、普遍、建設する人間の愛国主義に相応したものになるで、あろうと提案されている。これは、気品と巨大の融合、そしてアメリカ合衆国民の自尊心のように、大きさや美しさのようなものと、これを見るすべての人の敬福でなるべきはずである。その材質はもっぱら、 アメリカにあるもので構成する予定であり、記念碑の建設への資金提供とともに、素材の寄与という栄光に参加するであろう、各州からもたらされた大理石と花崗岩でなるものである。ロバート・ミルズが1814年にデザインした、ボルチモア・アワシントン記念塔協会は1836年に記念碑の図案を決めるコンテストを行った。優勝者であった。 建築家のロバート・ミルズは委任するに十分たる資格の持ち主だった。これ以前の1814年にボルチモアの市民がワシントンの記念碑を建設するために彼を選出し、彼は大統領の近くにそびえ立つギリシャ様式の円柱を設計したのだった。またミルズはワシントン DC の公的建造物建築家にちょうど選ばれたばかりだったため、 首都をよく知っていた。彼の図案は、約270メートルのオベリスクを建て、塔の先端がほぼ平らに、近い形のものを作るというものであった。彼は、オベリスクの土台部分を、円柱の中廊で囲み、その中廊の上には二輪馬車で引かれた、ワシントン大統領と屋根を突き破って、高くそびえ立つオベリスクが見えるという仕組みだった。また、 中老の中は有名な30人の独立戦争の英雄たちの像を展示するという計画だった。しかしミルズが提案した図案への避難と100万ドルを超えるであろうと見積もられた予算は、教会が建設を躊躇する原因となった。1848年、教会の構成員がオベリスクの着工と中老への意義は後回しにすることで決議した。 彼らはそれまでに集まっていた8万7千ドルの資金を使えば記念碑の外観を見た人々や議会によって計画が完了するまでの寄付が集まるであろうと信じていた。この時期議会は建設計画に15万平方メートルの土地を寄贈していた。首都建設に従事していた建築家のピエール・シャルル・ランファンが選んだ場所は湿り気が多く不安定な土壌で、 その後、混流されるであろう巨大で重量のある建築物を支えるには適していなかった。そのため、その場所から、やや南東に、新しい土地が紹介されたが、以前としてより多くの好条件を提案しなければ、ならないような場所だった。記念碑は、ポトマック川の美しい景観を表す、と教会の構成員は書いており、さらに、記念碑は、 周囲の州すべてから見えるであろうほどかなり隆起したもの、であるとしていた。公衆の土地であるため、将来のいかなる障害者も景観に危害を及ぼさない。そしてそれは、ワシントン長官の遺骨が眠るマウントバーノンからも、完全な眺めになるだろうと続けている。ワシントン記念塔の土台を掘る作業は1848年春に着工された。 祖先はワシントンが所属していた世界規模の友愛組織で今なお存在するフリーメイソンが主催した独立記念日の式典の一環として付設された。当日の演説では合衆国はそれ以降もワシントンを崇敬し続けるであろうといった内容が示された。祝賀者の一人はもうワシントンが我々の時代に戻ってくることはないだろう。しかし彼の美徳は 人類の心に刻み込まれた。戦場で大きな成果を上げた者はワシントンの指揮能力を見上げる。競技で日々賢くなる者はワシントンを手本にしていると感じる。そして人々の絶望に反して権力を放棄する者はその目にワシントンのような輝きを抱くのだ。と書き記している。工事は寄付金が尽きた1854年まで続けられた。 その次の年、議会は計画を続けるためにおよそ20万ドルの寄付を充当する採決したが、その資金が費やされる前に議会は態度を一変する。この態度の逆転は、1849年にワシントンナショナルモニュメントソサイエティ協会が採択した新しい方策のために起こった。複数のアラバマ州に住む国民からの要請の後、協会は、 すべてのアメリカの州や地域に記念塔の内壁に取り付けられる記念石の寄付を促進する考えに同意していた。教会の構成員は、こうした取り組みは国民を記念塔の建設の一部に参加していると感じさせ、また購入する石の量を限定することで経費を削減できると考えたからである。大理石、加工岩、砂岩の塊が、 次々と現場に現れた。アメリカインディアン諸部族、専門機関、団体、事業、そして外国からも寄付が寄せられ、石のサイズは3辺が、すべて1.2、0.6、0.5メートルのサイズのものに限定した。しかし多くは、ジョージ・ワシントンの記念碑と関連のない名国の入った石が運ばれていた。例として、 テンプラーズ・オブ・オーナーテンペランスから送られた石には我々はいかなるスピリッツやビール、ワイン、リンゴ酒、または他のアルコール類を買ったり、売ったり、飲料として使用したりしません。と刻まれてあった。議会からの寄付金、さらに究極的には工事そのものが完全に中止となってしまった事件の発端となったのはたった一つの記念石だった。 1850年代初頭に、当時のローマ教皇だった、ピウス9世が大理石の石くれを寄付した。その後、1854年3月に、ノーナッシング党として知られる、アメリカ反カトリック、反移民党派の党員が、ピウス9世の石くれを盗み、ポトマック側に投げ込んだとされた。そして記念党が、教会側が歌う。 アメリカのものの定義にふさわしいかどうかを確かめるために、ノーナッシング党は不正投票を行い、ソサイエティ協会を丸ごと乗っ取ってしまったのである。議会は直ちに20万ドルの重党を撤回した。ノーナッシング党による協会の支配は1858年まで続けられたが、徐々に公的な援助が少なくなっていき、工事を終わらせるほどの資金を収集できなかった。 結果的に道東は、教会の支配を断念し、その全てを返却したが、続く、南北戦争により工事はまたもや中断されてしまう。記念塔への関心が再び高まったのは、南北戦争が終わってからのことだった。工学者やギ氏は依然として、党の土台が、十分頑丈たるものであるかを数回にわたって、調査した。1876年。 アメリカ独立宣言から100周年を迎えたこの年に工事再開を目的として議会が新たに20万ドルを充当することで合意した。20年近く当初の計画の3分の1にも満たない高さで立っていた塔はここで竣工への目処が立ったかに見えた。しかし工事が再び開始される前に最もふさわしいデザインについての議論が再び始まった。 人々の多くは、中老のない簡素なオベリスクのみの記念塔のデザインがあまりにむき出しすぎないだろうかと考えた。設計したミルズは、中老を省いた記念塔はまるでアスパラガスの茎のように見えてしまうと言ったとされ、また他の批評家は、そのデザインに対し、誇りに思われるにはあまりに小さいと批判した。こうした意見が人々により良いデザイン案を提出させることとなった。 ソサイエティ協会と議会双方は党がどのように完成されるべきかをめぐって討論を行った。協会は新たに5つの新案を検討し、そのうちの一つで建築家、ウィリアム・ウェトモア・ストーリーが発案したデザインが芸術的思考と美しさにおいて非常に優れているという結論に達した。議会はミルズの原案と同じく これら5つの新案を慎重に熟慮した。また先行する一方で、オベリスクの建設は続けるよう指示した。最終的に、教会側が、中老の建設を断念し、オベリスクの規模を古典的エジプトの比重に従って、作り変えるようにすることで合意した。工事は当時アメリカ陸軍工兵隊中尉であった、トマス・リンカ・ーン・ケーシーの指揮の下1879年に、 再開された。ケイシーは最終的には重量が4万トンに上る塔を支えうるだけの強さになるよう土台を開案し増強した。次に彼は教会の規則に従い積み上げられていた記念石をどうするかについて結論を下した。人々の多くが記念石の存在をあざけ笑う中、ケイシーは何とか 全193個の記念石を内壁に取り付けた。議会が十分な資金を提供したため、記念塔の建設は迅速に進行した。そして1884年12月6日の除幕式とは別の県能式期間中、1.65トンに及ぶ大理石の管石が頭頂部に取り付けられ、工事再開から4年のうちに、ようやく記念塔は竣工したのである。 オレンジ色の夕日に照らされるワシントン記念塔ワシントン記念塔を囲むアメリカ国旗観光客は周囲を歩き回ることができる建設が終了した時点で記念塔は世界で最も高い建造物となった塔はいまだにワシントン DC で最も高い建造物となっており1910年に新しく建造する建物は約6メートル以上 幅は建造物が立つ通りの広さ以上に大きくなってはならないと制限する法律が定められたため、塔は今後も首都内で常に最も高い建造物ということになるであろう。通例古代のベリスク塔には30メートルほどの高さを超えるものがほとんどなく、ワシントン記念塔はヨーロッパ各国の首都周辺やエジプトにあるものよりはるかに巨大である。 党は公式に開放されるより前でさえ、莫大な人数の人々を引きつけた。6ヶ月間にわたった、除幕式典期間中、実に1万41人もの人々が、島内部の893ある階段を頂上まで、登った。それまで、建築資材を運ぶために取り付けられていたエレベーターが、旅行者用に改造された後は、訪れる、人々の数が急速に増加した。 1888年頃には、月平均5万5千人の人々が、頂上まで向かうようになり、今日では、年間80万人を超える人々が、記念塔を訪れている。1966年10月15日、国立公園局管轄の歴史的地区として、国定記念建造物である、ワシントン記念塔は、国家歴史登録財に登録された。 1982年12月8日の10時間、核武装に抗議したノーマンガメイヤーが、記念塔土台部分に止めたトラックに爆発物を仕掛けたとして、ワシントン記念塔が固定人質状態になる事件が起こった。その後、島内部に閉じ込められていた8人の観光客は解放され、事件は国立公園警察がメイヤーを射殺したことで終結した。この事件で、 記念塔は被害を受けず、またメイヤーが爆発物を所持していなかったことも判明した。2005年7月4日、1500万ドルをかけて行われた警備、地形強化計画が終了した。76センチほどの高さに一続きの同心円を新たに設計し、塔の周囲において歩行者や自転車による観光客に支障がないようにした一方で、 車両が入ってこられなくするようにデザインされたものだった。2004年の計画工事着工に向けて安全性の改良に加え、当該周囲の照明装置の改良を施す内容も計画に盛り込まれていた。2005年10月7日に爆弾テロと思われる電話での連絡が入り、当からの避難の喚起が出されたものの、調査の結果爆発の危険性のある物体が見つからなかった。 同年10月13日にも同じような連絡があったが爆発物とされるものは見つからなかった。2011年8月23日にアメリカ東部でマグニチュード5.9の地震が発生、内部の深刻な破損や最上部約10センチメートルのひびが入るなどの被害が発生したためアメリカ公園局は無期限で立ち入り禁止を発表した。その後1500万ドルを投じて 修復工事が行われ、2014年5月12日には、一般公開が再開している。完成した、記念塔は169メートルの高さでそびえ立ち、また構造は、以下の詳細と素材を参照されたい。記念塔中長部、観覧外4面に刻まれている内容は、以下の通り。 タイダルベースンから見たワシントン記念塔と桜2004年改築工事計画時の写真記念立中長部の観覧街から北側を見た画像。中心部に見えるのはホワイトハウスであるメリーランド州ワシントン記念碑州立公園にあるワシントン記念碑ワシントン記念塔の他にもワシントン大統領を記念して作られた記念碑は全米各地に存在する。 ありがとうございます。